勝負心は、江戸幕府の組織の一つ。幕府直山の旗本、御家人のうち、過六三千国以下で無役の者がこれに属す。小不心というが、小不心奉行やその属領とは全く別のものである。三千国以上一万国未満は、寄り合いといった。ただし、五百国から二千国であっても寄り合いに入る、場合もあれば、三千百国で小不心入りした例もある。 三千国未満でも、不意以上の職を務め、禁約中に課金がなかった者は、寄り合いに入るのが慣例で、これを、役寄り合いと言った。その一方で、失態を犯して懲罰的に、小不心入りになった者は、縮みじり小不審、心、どが小不心、不相応消不心と言った。その他、親の代からの小不心で70歳以上の、老年小不心、早くに、 親が死んで家督を継いだが、幼年のため、ご役に出られず消不心入りをした、幼年消不心、また13ヶ月以上病気をしたため消不心となった、病気消不心などがあった。このほか、完成元年に、不行席の消不心の境界処分として、交付かって消不心制が設置された。ご中間、おこびと、おかごのもの、黒くわのもの、掃除のもののいわゆるご役は、 無役になっても、小不振ではなく、目付支配無役という別扱いとされた。幕臣には大きく分けて、世襲の許される、不代席と二半馬、一代限りの雇用である加え席があった。不代席と二半馬は無役になっても、小不振組に入って過労は得られたが、加え席は無役になれば過労はなく、原則的には、家徳の継承もできなかった。 決まった役職がなく、訓育を怠ることが多いため、小普請組八組を二班に分けて、毎月三回学問所で四書の講談を聞き、ゴンダワラで、九社の練習をした。五年ごとに、将軍の前で大間との九社が行われ、一手、命中させた者は報奨として、自腹に両を賜った。教法四年に小普請組支配が設置され、二百国以上の小普請が、 その支配下となった。200国以下の勝負神は、従前通りゴルス居の支配下だったが、法暦3年6月には、すべて勝負神支配の所属となった。勝負神支配のもとに各組2人の組頭がいたが、完成3年に組頭は各組1人になり、それに伴って、おまみ以上の勝負神を、勝負神支配、おまみ以下を、勝負神組と称するようになった。 戦国時代では、病弱だったり、幼すぎるまたは年をいすぎていて軍役につけない者は、若党と槍を用意して槍奉行の配下に属させる、役、ながらという決まりがあった。国高百国につき若党一人、槍一筋で、それより低い国高の者は、数人で合同して六高に応じて、会議を負担した。しかし、元那年下以後、戦乱がなくなった代わりに、追記や、 土木工事が増えたことから、六高百国につき一人の中間、小物を教室して、矢倉、多門、城壁の営繕、修理に従事させた。これを壁瓦破損消耗心役といった。二百国以上の幕臣は、壁や瓦、垣根の破損といった小さな補修工事のために人足を六高百国につきに三人出した。これを消耗信人足と呼び、 500国以上の幕臣であれば、杖月という私分の者一人がこの人足を引いていった。これらの人足は抱えている中間の中から出すため、彼らが失態を犯せば、主人の責任となった。このようなやり方は、慶安年間に長人に人足の受け負いをさせるようになるまで続いた。人足を教室する夫役は、遠方3年に、 六高百国につき金一両を納める消費新金の制度へと変わった。消費新入りした爆心は経済的に困窮していたため、中間を雇う余裕もなく、その多くが内職をして生活費の足しにしていた。その困窮した姿は、六優の浪人のご年と言われ、金と引き換えに町人を養子に迎えて、武士身分を売る者もいた。本来これは違法行為だが、 処罰を受ける者は後を絶たなかった。とある小不信の者の身分売買が発覚した際には、そのくらいのことを正すと、勝負信は大体潰さねばならぬ。前島を上へ申し上げ潰しそうらわば、その類は、お旗元には、いくらもある。残らずは潰されぬと言われた。さらに、元禄二年からは、乏しい収入の中から、小不信金と言われる薬金の納入の義務も負うことになった。 困窮した小不信の武士の中には犯罪に手を染める者もおり、幕末には四谷で小不信組300石鳥の旗本が雇党として捕まったという記録もある。何らかの役職に就けば、役職手当として別途収入が得られるため、小不信の者は小不信組支配に就きたい、御役の希望を提出し、訴えを聞いてもらうといった運動をした。支配に面会して話を聞いてもらう日を、 会う対日と言った。会う対日は毎月6日19日24日で、正月は23日が最初で、12月は6日で終わった。おまみ以下の小普審組の会う対日は2月から11月は毎月14日と27日の月2回。正月は27日、12月は14日のみだった。当日は朝の5つに支配の屋敷に赴き。 まず支配の面前で、ますますご有権と挨拶する。支配は、ご支障りもなくとだけ言い、それが終わると一礼して退出する。願い事があればこの時に膝元近く進んで、申し上げた。ご役につきたい者は、この会うたい日に顔を出し、日産までして顔を覚えてもらった。重み以下でご役に着きたい者は、 特技、希望を申し立てて、願い事を書類にして差し出した。しかし、組頭から、例文と違う、この書体ではわからないなどと書式の細かい点で、難癖をつけられ、書き直すよう指示され、何度も足を運び、日数をかけて、ようやく申請をすることができた。幕僚各地の大官には、手代、手付けと呼ばれるか僚がいた。手代は、町人。 百0の中から採用されたものだが、手付けは幕府の小不信の中から採用された。手付けは小不信の中から有能な人材を発掘すると同時に、彼らがお役目につける機会を増やすことを目的として、勘定奉行、野牛久道により創設された。小不信の武士の隠居や家督相続は数が多く、願いでは頻繁に行われたため、特例を設けて、 手続きは簡素化された。隠居できる年齢の制限は、廃止、本人が病気その他の理由でご役に立ちがたい旨を記載し、親戚が連署して願い出ること。家督相続は17歳以上、親戚2人を後見人として、願書を提出することとされた。小不信組頭と小不信世話役が願い出人の屋敷に行って、印象やかかりつけの意思の名を正し、 被相続人の応援をされた書類を消費新組支配に提出。その日のうちに月け番老中に診達された。これらの手続きが終わった後、親戚二人が連署してガンデ人の死亡を届け出た。50歳未満で死亡したが、後継ぎの男子がいなかった場合のために、休養死が認められた。これは、ガン人の死亡後に養子を立てて、 家督を相続させる制度だが、普通の家督相続よりも厳密な調査を必要としたので、この場合は、小不請組支配が直接万人の屋敷に赴いて、手続きを行った。幕末になり、近代的な軍隊が必要になったことから、慶応2年8月に小不請の制度が廃止され、五目組以上は、陸海軍武行の支配に、おまみいかは、 陸海軍武行支配組頭に所属することとなった。ありがとうございます。